はい、コズの大趣味部屋へようこそ。今回はね、こちらをご紹介していきたいと思います。じゃん。はい、鬼滅の刃デフォルメシールウェハースその3ということでね、本日届きました。はい、こちらをね、ワンボックス、ツーボックス、はい、ツーボックス買ったんでね、はい、こちらを開封していきたいと思います。箱がね、20個で、全28種プラスシークレット1種ってことでね、29種かな、うん、あるんで、まあ1箱じゃ揃わないんで2箱購入しました。はい、まあ、2箱でも揃わないと思います。はい、とりあえずね、開封していきたいと思います。早速ね、開けちゃいましょう。柄はこの2種ですね。はい、柄はこの2種パッケージね。はい、で裏にはラインナップが書かれています。はい、ではね、早速1枚目いきたいと思います。よし、1枚目、せーの、はいはいはい、神崎葵かなお、はい、はい、2枚目、せーの、お、キラキラ来ました。赤妻善逸、一の方、霹靂一閃六連、はい、星3、はい、はい、4枚目いきます。せーの、あー、炭治郎ね、はい、炭治郎、星2。では5枚目いきます。せーの、あー、はい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 、煉獄杏寿郎、はい、星は1か、1なんだね。はい、6枚目いきます。せーの、あー、はいはいはい、はい、行名、星2。はい、7枚目いきます。せーの、はいはいはい、玉代、星1。はい、8枚目、せーの、お、これまたキラですね、カナオ、星3。いいね、これね、かわいいね、カナオ。9枚目いきます。せーの、あ、また杏寿郎、煉獄さん、星2だね、今度は。では10枚目、せーの、はい、星は1ということでね、左全部開け終わりました。次右行きます。11枚目、せーの、善逸と善逸の師匠、星は1。はい、12枚目、せーの、あー、天元、星2。
13枚目いきます。せーの、これは煉獄来たね、キラ煉獄教授を星4、赤き炎刀煉獄教授をかっこいいな、すげえ箱押しになってますね、すげえかっけえ。はい、一応ね調べると極みレアですね。極みレアはシークレット枠が1個あるんですよね。なのでこれが出たってことはもうシークレット枠は出ないですね、この箱には。はい、まあでも極みレア出てくれましたね。はい、では4枚目いきます。せーの、ああダブったな、またすぐダブるな。はい、15枚目。せーの、ああ無一郎ね、はいはい、星2、16枚目。せーの、はあかわいいねずこ、はい、星は1です。はい、17枚目。せーの、これは炭治郎キラキラ星3、炭治郎、はい、18枚目いきます。せーの、お出た富岡さん、星2ですね。はい、19枚目。せーの、これはまた隠し星1、ワンボックスラスト1枚いきます。せーの、あー三つ売り、はい、星2、はい、というワンボックスでしたね。まあ、ダブリューは出たけど1枚だけか。はい、この次のボックスで、ボックスでどうなるかってところだね。はい、では続けて2ボックス目いきましょう。はい、ではね2ボックス目開封していきたいと思います。はい、では1枚目。せーの、伊之助持ってないぞ、伊之助星3、はい、2枚目。せーの、ああ行名持っている、はい、3枚目。せーの、ああ持っている、はい、4枚目。せーの、持っている、はい、5枚目。せーの、持っている、はい、6枚目。せーの、持っていない、これはこれシークレット来ましたね、上限の3、赤座来ました、シークレットですね。08の極みレア星4、お来た、よかった、これがシークレットか、上限の3、白押しで鬼って書いてありますね。まあ京次郎が極みレアだからね、まあこうなるよね。はい、
08がシークレット枠なんですよね。はい、よかった、出て。はい、7枚目、せーの。あれ、この忍は持ってないかな、星2、うん、忍これ持ってなかったっけ。はい、はい、8枚目、せーの。あ、持ってる。はい、はい、9枚目、せーの。これ、あ、おばないさん持ってないかな、うん、星2、おばない持ってないね。はい、10枚目いきます、せーの。あ、サバと持っている。はい、今ね、一応ラインナップ確認したところ、あと6周ですね。あと6周でフルコンプということで、引き続き右開封していきましょう。はい、いきます、11枚目、せーの。あ、持ってない、持ってないぞこれ。よしよしよし、鋼塚さん、よし、もし12枚目、いきます、せーの。あ、持ってるな、一郎は持っている。はい、13枚目、せーの。あ、持ってるな、はい、善逸と師匠。はい、14枚目、せーの。あ、呼吸持ってるやつだよね、富岡さんはね。はい、持ってる。はい、15枚目、せーの。あ、持ってるね、ずっと持ってるね。ここでね、残り5個なんですけれども、全て持ってないやつが出ないとフルコンプならずということでね。はい、この1枚でまず決まります。はい、16枚目、いきます、せーの。あ、持っている。はい、持っている。この時点で、フルコンプならず。うわ、やっぱ難しいね、2箱ではね。17枚目、せーの。あ、持っている、持っているな。ごめんなさい、持っていると思ったらこれ持ってなかったね、ポーズが違かっただけで。極みレアとポーズが似てたから、もう持ってなかったですね。はい、6番、京次郎星さんのやつ。はい、よかったわ、持ってなくて。はい、残り4種になりましたね。18枚目、いきます、せーの。あ、持っている、隠し。はい、19枚目、せーの。あ、持っている、炭治郎。はい、ついにラストです。せめて持ってないの来てくれ、せーの。あ、持っている。はいはい、ということでね、全部開封しました、2ボックス。あ、持ってないのがね、ここ4番目、エンムですね。エンムがそういえば出てない。はい、品津川ミサネがそういえば出てませんね。はい、はい、で、サバトの後ろ2枚、こちらが、鱗滝左近次かまど禰豆子。はい、この2枚がないの計4種ですね。最後はね、カナオで終わってるんで、はい、ここのね、2枠と1枠で、伊之助の次、
M がないと、はい、といった感じの4種類ですね。まあこれは普通にもうフリマかヤフオクで落としたいと思います、はい、とりあえず高そうなね、ここら辺が出てくれたんでね、はい、よかった。しかも煉獄杏寿郎この形さ、この形はさもろこれだよねこの応募者全員プレゼントの煉獄杏寿郎、これのただ白押しじゃないバージョンだよね、うん、そうだね、はい、といった感じでしたね、はい。まあ、皆さんはね買われましたでしょうか。結構これはねやっぱねコンプするのに苦労しますね。だいたい揃ったらもうあとはフリマアプリかメル、フリマアプリかヤフオクで落とした方がいいかもしれませんね。はい、ということでね今回は以上となります。ぜひね、この機会にチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。